はい、どうもこんにちは。しいたけ大好き AMS ジャパンです。今日もよろしくお願いいたします。さあ、私家でしいたけ栽培してます。しいたけに関連する動画、これで今日4本目になってます。前回の動画ではですね、栽培始めて9日目にして最も大きく成長した1本収穫して食べるっていうのをやってみました。今日は栽培開始から20日目っていう状況です。まだですね、2本目以降の収穫には至らないっていう感じかなっていうところなんですけども、変化が出てますんでね、ちょっとねその辺見ていこうかなと、お伝えしていこうかなと思います。よろしくお願いいたします。じゃあ出していきましょう。20日目の状況がこちらですと。前回の動画まだねご覧になってない方、概要欄にリンク貼っとくんで、ね、よかったらぜひご覧ください。で、前回の方がね大きすぎまして、しかも美味しすぎたんですよ。それからするとちょっとね収穫時がわからないんですよね。で、あそこまで大きくならないのかなとも思うんですけど、この子とかはもう食べ時なような気もしなくもないんですよね。あとはこの子ですね、この子はもうめちゃくちゃ見た目が椎茸っぽいんで、食べ時のような気もするし、もうちょっと大きくなりそうな気もするっていうね、ちょっとその辺ね分かりかねてるんですよね。で、変化なんですけど、この生えてないところはもっとね白かったんですけども、全部茶色くなってきました。なんで、そろそろ行くぞという段階に入ってます。まあ、ブワーッとこうね出てきそうな気配があります。下の方ですね、もっとね白かったんですよ。で、これ今見てて思ったんですけど、食べ時収穫時が分かんないとは言いながら、もうね大きくならないかなっていう気もしてまして、今が食べ時なんじゃないかなっていう気もしてます。この中で大きな3個ですね、 この子と、この子とこの子、ちょっとですね食べてやろうかなと思います。じゃあ収穫していきます。おっといった、あ、柔らか。前回の硬かったのに全然違う。はい、ちょっとね、じゃあ3つ取ってみました。取った方が他の子が成長するんじゃないかなっていうのも思いました。なのでね、取りました。一応裏にひだができてるんで食べ時かなっていうふうに僕は判断してまして、あとねもう大きくなんないかなっていうところですね。下2つちょっとね見た目がえぐいですけど、まあね美味しそうです。で、上のやつはねこれ見た目も完璧しいたけって感じです。これ美味しそうですね。ではですね、今日もまた違った味でね料理してみようかなと思います。いきましょう。はい、できました。ちょっと今日ね自信ないんですよ、僕あんまり料理しなくてよく分かってなくて、今日は味変えてみました。ごま油と鶏ガラで、炒めてみたという感じです。せっかくなんでねビール飲もうと思います。朝日糖質ゼロスタイルフリー飲んでいきましょう。乾杯。うまかったらいいな。いただきます。なんかこの丸いやつだけ色が変なんですよね。これだけね色が変なんですよ。なんかこの2つは美味しそうですね、プリプリしてるし。ちょっと美味しそうな方がいただいてみます。うん、なんか酸っぱいな。なんでだ、ちょっと味付けが前回の方が美味しかったですね。うん、あんま美味しくない。やべえ大ピンチ、あんまり美味しくねえ。
じゃあこの見た目があんまり、これもまずそうなやつ食べてみようと思います。これ大丈夫かな、心配だな。あ、これはうまいわ。ん、こっちがうまいぞ。味付けに失敗したかもってとこで、もう必殺技ですね、焼肉のタレぶっかけてみましょう。大体のものはね、これかけたらね、何でも美味しく食べれるっていうふうに僕は思ってます。ちょっと味変えましたんで美味しく食べれるでしょう。ごま油と合わない。食べるのは今日で2回目ですけど、前回の、バターと塩コショウ、あれは美味しかったですね。最後3つ目いただいてみましょう。美味しい、美味しいけど、椎茸自体も味自体も前回の方が美味しかったですね、やっぱ。ちょっと味が間違ったっていうか微妙でしたね。はい、お疲れ様でした。前回の動画で食べた椎茸がもう絶品すぎて、それを超えるような感動は今日はなかったですね。で、今日の3本収穫時はね、間違ってなかったんじゃないかなと思ってるんですけども、今後も多分ね、ボンボンこう育っていきますんで、しっかりこう見極めながら、美味しく食べれるように、料理の方も踏まえて、やっていこうかなというふうに思ってますんで、また引き続きですね、定期的に動画の方出していきますんで、よかったらそちらの動画もぜひご視聴よろしくお願いします。では本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。チャンネル登録よろしくお願いします。チャンネルよろしく。